CX シリーズで新しくラインナップすることになりました CX400 ツアーを打ってみました。このスペックはフェイスサイズ100インチで重さが 300g、 バランスポイント 320mm ということで、当社のラインナップでいきますと SX の300と FX の500、これと数字的には同じスペックになるので実際に打ち比べをしてきました。CX ボックス形状なのでこの3本の中では最も食いつく時間が長くて打球感が とにかく柔らかいで、個人的には前の方に押していくようなスイングをするんですけれども非常に距離のコントロールがしやすいなとこういう印象でした。で順番に次に SX の300を打ってみるとやはりグロメットの構造でストリングがすごく縦糸がですね動くのがよく分かりました。なので自分が意図してない、スピンがかかるというところではスピンをかけたい方にはおすすめの一本になるかなと思います。で最後に FX の500を打ちましたけれどもシリーズの中では一番打球感がしっかりしてました。他の2機種と比べてもシャフトの部分、スロートの部分の面積が最も大きくなっているので、やっぱりしなりよりも、ブレにくさというのが、この FX の特徴かなと思います。それぞれ、一長一短あると思うんですけれども、打球感も大事にしていて、スピンスピードよりもコントロール、プレスメントで勝負される方なんかは、新しく発売になります CX400 ツアーお試しいただければなと思います。